こんにちは、スタイリストの思いマシュンです。今回の動画では、夏のおじさん見えする NG コーデベスト3というテーマでお届けをしてみたいなというふうに思ってます。夏のファッションって結構難しいんですよね。というのも、他の季節というのはですね、重ね着ができたりだとか、お洋服の着用点数が多いので、それなりにですね、おしゃれの工夫ができたりするんですが、夏の場合はそうもいかないんですね。 なかなか重ね着もしづらいですし、アイテム単品のイメージがそのまま全体のファッションに大きな影響を及ぼそうで、なかなかですね、夏のファッションは難しいかなと思うんですね。まあそんな中、街にですね、いるいろんな大人の男性を見ているとですね、 これはちょっと難しいかなというコーディネートに出くわすことが少なくないんですね。その中でも今回はですね、代表的な3つの NG コーディネートを皆さんにご紹介するので、皆さんの中でこれはちょっと思い当たるなというものがあったらですね、NG のアイテムから OK アイテムに変えていただくことで、ぜひですね、夏のファッションを見直しをしていただければなというふうに思っています。 こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンツファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしています。もう少しですね、中級者向けのアイテムですとか、コーディネートの紹介に関しては、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方でご紹介してますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄にですね、リンクを貼ってありますので、そちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速、行ってみましょう。 はい。ということで、早速一つ目のですね、NG 事例からご紹介したいなと思ってるんですが、こちらですね。 まあちなみにですね、このイラストというのは毎回ですね、僕のイメージをイラストレーターさんにお伝えしてオリジナルで作ってもらってるわけなんですが、このようなポロシャツにチノパンという組み合わせの大人の男性はですね、真夏には結構たくさんいらっしゃるんですね。まあ、皆さんもですね、ポロシャツですとかチノパン、単品ではですね、一度は買ったことがあるかなと思ってるんですが、この組み合わせはですね、なかなか難しいかなと思っています。まずはポロシャツから見ていきたいなと思うんですが、 ポロシャツって大人の世代にはですね、結構人気で着てる方がですね、割と多いアイテムかなと思ってるんですね。こういった夏のトップスといえば T シャツなのかポロシャツなのか、この2択がですね、結構代表的かなと思うんですが、その中でもですね、ポロシャツは襟がついてるので、大人の男性でも結構似合いやすいアイテムと思ってる方も少なくないかなと思うんですが、ただですね、ポロシャツっていうのは ちょっとおじさんっぽく見えるアイテムでもあるので、なかなかですね、コーディネートが難しかったりするんですね。まあいろんなファッションアイテムというのは、そのアイテムに付随するイメージというものがあったりするので、そのイメージがあまりに大きいと意外と着こなすのが難しかったりするんですね。 例えばお笑い芸人の方が着てるようなイメージのアイテムとかはですね、それ着てしまうと何々っぽいなと見えてしまったりだとか、そういった付随するイメージというのにですね、大きく印象が左右されるので、ポロシャツはですね、なかなか難しかったりするんですね。まあ、特にこのイラストのようにですね、ロゴが入っていたりですとか、まあ、ポロシャツの中にちょっと装飾のあるようなものはですね、子供っぽく見えたり、なんかですね、シャープなまとまり方がしないので、なかなか素敵には見えづらいかなというふうに思っています。 そしてもう一つの血のパンですね。これまたですね、休日のおじさんのイメージがですね、どうしても付きやすいアイテムなんですね。血のパン自体が決して悪いわけじゃないんですよ。僕は動画の中で何度も何度も血のパンを出しているので、血のパンは NG なんだなっていうイメージを持っている方も少なくないかなと思うんですが、まあ、NG なのはですね、このイラストのように 中途半端なフィット感のダボッとしたチノパンですね。こういったものを履いてしまうと、休日のおじさん感が漂ってしまうので、もしベージュのチノパン履くのであれば、なるべく足にフィットしたテーパード型のチノパンか、もしくは中級者から上級者向けの、あえてワイドフィットのですね、チノパン履くのであれば NG ではないんですが、 中途半端な竹感ですとかフィット感のチノパンはおじさんっぽさが出てしまうので、この2つの相手の掛け算はなかなか難しいかなと思うので、ぜひ皆さんには注意をしていただきたいなというふうに思っています。 これをですね、OK コーディネートにする場合は、こちらの画像を見ていただきたいなと思うんですが、ポロシャツの場合はですね、まずは濃い色で、なるべくですね、デザインがシンプルなもの、ロゴなんかもですね、入ってないものを選んだ方がいいかなと思っています。色に関しては、ブラックなのか、ネイビーなのか、ダークグレーなのか、このあたりで選んでもらえば、まず間違いがないかなと思っています。それに対して、ボトムスに関しては、シルエットは細身ですね。 ビタビタに細い必要はないので、テーパード型のパンツなんかを合わせていただければ、まずバランスがいいかなというふうに思っています。ホロシャツとボトムスの組み合わせの時にはですね、この写真を参考にしながら、なるべくダークトーンでまとめた方が、僕はですね、おじさんぽさは出ないかなと思うので、一つの参考にしていただければなというふうに思っています。 はい、続いて二つ目の NG コーデなんですが、まずは上半身 T シャツですね。こちらはプリントの入った T シャツで、ボトムスに関しては色落ちしたブルーデニムですね。 この組み合わせもですね、結構してる男性が多いかなと思っています。まず上半身から見ていきたいなと思うんですが、プリント T シャツというのはですね、なかなか難易度が高いんですね。まあ、たくさんの種類のものがあるんですが、その中からセンスのいいものを選ぶのは結構難しいかなというふうに思っています。まあそういう僕自身もですね、今プリント T シャツを着てるわけですし、あとはですね、僕は夏場になると結構いろんなプリント柄を買うわけですね。 この点矛盾があるかなと思うんですが、僕自身もですね、プリント T シャツを買うときにはものすごく慎重に選ぶようにしてるんですね。たくさんの選択肢の中からかなり厳選して選ぶようにしてるので、それぐらいですね、慎重に選ばないとプリント T シャツというのは大人の男性には似合いづらいかなというふうに思っています。 特に身近な UT ですね。結構気軽に買いやすいですし、いろんなものがあるので、その中からですね、気に入ったものをなんとなく着てる方も少なくないかなと思うんですが、結構 UT の柄はですね、難しいですね。この中からですね、大人に合うものをですね、選ぶのはなかなか難しいかなと思うんですが、僕の大好きなユニクロであっても UT はですね、あまりおすすめができないかなというふうに思っています。 どうしてもこういったプリント T シャツを選んでしまうと子供っぽく見えたりだとか学生時代のファッションとあまり変わらなかったりするので僕ら大人世代だとなかなかフィットしないことが多いかなと思うので T シャツを買うのであればまず無地が間違いないかなと思っていますしもしプリント T シャツを買うのであれば相当厳選をしながらユニクロとかではなくてセレクトショップなんかで買い物するといいかなと思っています 個人的にはですね、ビューティーユースですとか、エディフィスですとか、このあたりのセレクトショップにはですね、良いプリント柄の T シャツが見つかりやすいので、ぜひ皆さんにもチェックしていただきたいなと思っています。あとは僕自身が結構気に入ってきているのは、サタデーズニューヨークというブランドなんですが、ここはですね、白ベースで結構大人にも似合いやすいようなプリント T シャツが多く並んでいるので、そういったものをチェックしていただけるとすごくいいかなというふうに思っています。 そして、ボトムスを見ていただきたいんですが、このですね、色落ちしたブルージーンズというのもなかなか難しいかなというふうに思っています。このイラストを見る限りでは、最近のデニムではなくて、長く履いて洗濯する中で色落ちしてしまったジーンズがまさにこれなのかなというふうに思っています。ですので、サイズ感も中途半端ですし、そう見てもですね、ダボッとしていますよね。 こういったジーンズを履いてしまうと清潔感みたいなものが漂わなくなりますし、このカジュアルなジーンズとさらにカジュアルな T シャツを合わせてしまうとどちらもカジュアルなので僕ら大人世代にはですね、なかなか似合いづらいかなと思っています。僕は動画の中でも何度もお伝えしていますが、大人の男性は綺麗めとカジュアルのバランスが大切だったりするので、どちらかはですね、綺麗めのアイテムにまとめた方が僕はいいんじゃないのかなというふうに思っています。 もしジーンズをどうしても履きたいのであれば、なるべくですね、色落ちをしてないものですね。最近はですね、濃いめのジーンズなんかが一つトレンドになってきてますので、こういったものであれば、割と綺麗めに履けたりするので、 テーパード型の綺麗めなジーンズ、こういったものに置き換えるか、もしくはですね、ユニクロのスマートアンクルパンツのようなスラックス調に見えるようなアイテム、こういったものとプリント T シャツだと結構相性が良かったりするので、上半身かボトムスか、どちらかで綺麗めなアイテムをですね、一点だけでもいいので取り入れていただくと結構バランスが取りやすいかなと思うので、頭の片隅に置いていただければなと思っています。 はい、続いて3つ目の NG コーデなんですが、こういった男性もめちゃくちゃ夏場は多いんですね。まず上半身は割とタイトめな反省のシャツ。そしてボトムスを見てみると、これはですね、膝下ぐらいの七分丈のパンツ。しかも折り返しにチェック柄があるようなボトムス。こういったものを履いている男性、未だに多いんですけども、両方とも NG アイテムで、この2つのアイテムを掛け算すと、まず素敵には見えないので、注意をしていただきたいなというふうに思っています。 まあ、ハシャツというのは、まあ結構便利だと思うんですね。襟付きのシャツなので、ある程度は綺麗めに見えるんですけども、この画像のように、ちょっとタイトで腕にピタッとフィットするような半袖シャツというのは、ちょっとトレンドから外れてきてるかなと思っています。しかもこのシャツを見ていただくと、結構ですね、これまた折り返し部分にプリントが入ってたりするので、こういったものというのはですね、なかなか危険かなというふうに思っています。 ちょっと前まではですね、ハンスのシャツって NG アイテムに挙げられることが多かったんですが、最近はですね、結構トレンドアイテムに挙げられることも多くなってきてまして、シンプルなオープンカラーシャツだとか、 レギュラーカラーの少しゆったりめのシャツであれば結構ですね僕ら世代でも合わせやすいのでもし半袖シャツを着るのであればピタッとしたサイズ感のものではなくてまずはゆったりめのサイズにしてなるべく装飾がないオープンカラーシャツかもしくはレギュラーカラーのシャツかどちらかに変えてあげるとすごくバランスがいいかなというふうに思っていますそしてこういった中短パン丈感のパンツもですねなかなか合わせるのが難しいのでもし涼しさを重視するのであれば思い切ってショートパンツを選んだ方がまずバランスがいいかなというふうに思っています 七分丈のパンツだと足の見える分量が少ないのでどうしてもですね足が短く見えてしまうんですね一方でショートパンツであれば足の範囲が長くなるのでその分スタイルもよく見えますのでぜひですね定番的なグラミチのショートパンツで良いかなと思うのでそういったものを選びながら涼しさとファッション性というところを両立させていただければなというふうに思っています はい。ということで、今回の動画では、おじさんに見えやすい3つのですね、NG コーデを具体的に解説をさせていただきました。結構動画を見ていただいている方の中にも、このアイテム似たようなものを持ってるなという方もですね、いらっしゃったかなというふうに思っています。まあそういう場合はですね、今回ご紹介した OK アイテムというところをですね、改めて買い揃えながら、夏のファッションですね、改めて見直していただければなというふうに思っています。 これからもこちらのチャンネルでは大人のダンスに向けてメンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説したいなと思ってますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれではまた次回の動画もお楽しみにおしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします大山俊のメンンバーシップチャンネル